主が今見ておるんは至福への道でありんす。決めたのならあちきと共に行こうぞ、恩寺。夢、幻、それとも至福の世界か。今宵の名月が主に教えてくれるであろう。氷の上では動きづらいな。あちきを抱えてここから出してはくれぬか。冗談でありんす。主も愛が欲しいのか。体が熱を帯びたようでありんす。欲張りですね。まだ休ませてはくれるのか。しゅ、謝る必要はないでありんす。これが主の望みか。ならばその願いを満たしてやろう。どれほど美しい花でも枯れるその日が来るものでありんす。飯が用意できたぞ。どんなお礼をしてくれるのだ。愛は一時の騙し合いの遊戯でありんす。主は本当にこれがあちきの本心だと。知られたくないことがあるなら二人の良き思い出で覆い隠せばいい。恥ずかしいのなら目を閉じればいい。その時あちきは夢の中の人でありんす。明かしてはならぬこともある。うん、あちきが自分のことを言っていると。キセルがどこにあるか探してくれないかい。おっと。どうしてこんなところに。あちきが信じられる人は数少ない。主は特別だ、恩人。これからは主を信じ抜こう。今宵主の夢にはあちきだけがおり、あちきに何をさせるのも主の自由でありんす。いや、すまない。酒が主にかかってしまった。服が濡れてしまったなら脱いでしまおうぞ、恩人。これ式の酒では酔わないさ。それとも主の懐で酔っていて欲しかったか。名月は西へと沈む月下の誓いなの。どうして信じられよう。勝利の外貨を奏でよう。おっと、あちきを縛ってお仕置きか。良いものをもらった。今度はあちきからのお返しでありんす。